「ニュースで韓国語は」は私韓国生まれ日本育ちわったがたしてきた韓国人のジュジュと東京在住留学経験ありのライターゆいと、えー、日本生まれ韓国在住経験あり昨年9月まで韓国に住んでいた日本人のよしが韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで日本語韓国語ときにちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。 そして、韓国人はヨシワチュジュへシサイボノラのいルムをごねてるみた。というわけで、ソンラルがちょうど終わったところなんですよね、韓国は。ね、やっぱりソンラル終わると、一年始まるなっていう感じで、腰を据えて一年が <laughs> 始まる気がしますよ。あ、本当そんな感覚全くないわ。本当ですかうん。 もうタイムラインにみんななんかお正月衣装やらお正月食べ物の写真が山ほど上がりまくってたのでああ韓国はそういう時期だなと思いながら見てましたけどそういえば私正月の1月1日正月せへええ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 んええ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 え よシーさんになわせた。あら、まあまあ。<laughs> まあ、そう、忘れてたんですけど、よシーさん、よシーさん千ばに、ちょっと不漁な千ばにじゃないよ。そうでもないですけど。<laughs> あんまん、くちばね、ぴみりいそった。<laughs> っていう、そういう夢でした。なんか、週刊誌にでも出ちゃったんだろうか。そんな話でも全然ないけど。 あのなんか秘密のドアがあったそんな感じの夢でしたああちょっとなんかその秘密のドア僕も開けてみたいですね, <laughs> ね、うん、あんまりあの意味のなさそうな夢でした <laughs> <laughs> お正月というか旧正月は何かしましたじじさんはいあのいつものえっと日韓カップルの家族の皆さんと集まって

なんか月徐々になんかその旧正月がちょっとずつ日本も昔はねなんか1960年ぐらいまでは地方によっては結構旧正月残ってたっていう話を聞くからあ今今沖縄ではあれですよね旧正月やってますよねあそこはなんかちょっと文化圏が違うからなやっぱりでルなのでなんか本当にニュースが全然ないんですけどうんでも ちょっと節目のニュースはそれなりにあったのでまあ日本でも今話題になってますが、はい、いよいよ韓国でもコロナ対策がちょっと節目を迎えるのであの行く方もいらっしゃると思うんで知ってた方がいいかなという話ですね。 1>, 1月30日から病院と公共交通機関など一部を除いた大部分の屋内でマスク着用義務がなくなる。これによって新型コロナ1年目の2020年10月に導入された政府レベルのマスク着用義務が27か月ぶりに大部分解除される。

感染病の予防および管理に関する法律によって、屋内でマスクを着用しなければ最大10万ウォンの過料・罰金が課されるが、30日午前0時からは着用義務が勧告に変わる。21、中央防衛局の防衛部、防衛部は、この内容をこのようマスク着用義務・조정1段階支援・計画を発表した。 현재는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 실내에서 마스크를 착용하지 않으면 최대 10만 원의 과태료가 부과되지만 3 0일0시부터는 착용 의무가 권고로 전환된다. ただ、新型コロナの危険性が高い人々が多く滞在している介護医療施設、長期療養施設、障害者福祉施設などの施設と医療機関、薬局、公共交通手段では 今まで通り義務的にマスクをつけなければならない公共交通機関には地下鉄鉄道バス旅客船タクシー航空機などが含まれる疾病庁は地下鉄の駅鉄道駅空港はマスク着用空間ではなく公共交通に搭乗中の場合だけ着用義務が適用されると付け加えた30日からは全国の小中高校の教室でも児童生徒がマスクをつけず授業を受けることができるようになるた摩コロナウイルスコウアムクに行う 많이업무는 요양병원, 장기요양기관, 장애인복지시설 등 감염취약시설과 의료기관, 약국, 대중교통수단에서는 지금처럼 의무적으로 마스크를 써야 한다. 대중교통수단에는 지하철, 기차, 버스, 여객선, 택시, 항공기 등이 포함된다. 질병청은 지하철역, 기차역, 공항은 마스크 착용 의무 공간이 아니며 대중교통에 탑승 중인 경우에만 착용 의무가 적용된다고 덧붙였다. 30일부터는 전국 초중 고교 교실에서도 학생들이 마스크를 쓰지 않고 수업을 받을 수 있게 됐다. 1월 22일, 신형 코로나 확대 후 처음으로 소셜 디스턴스가 없는 급정월을 맞이한 시민들은 오랜만에 얼굴을 맞대고 가족, 친척과 대화를 나누며 미소도 う年の1年に福をオれと祈った両親のいるキャンサンブクトをポハンに帰郷した会社員リーさん31歳は「親戚たちが一堂に集まるのはいつ以来だろう」と言い以前のようにみんな一緒にゆんのりすごろくの一種ですねもしてその前にマッコリも飲んで連休を楽しむつもりと話した。 22일 코로나19 확산 이후 처음으로 거리두기 없는 설을 맞은 시민들은 오랜만에 얼굴을 마주한 가족 친지와 덕담을 주고받으며 복이 가득한 개면연한 해를 기원했다. 부모님이 계시는 경북 포항으로 내려간 직장인 이모씨는 설은 어, 하나는 친척들이 한자리에 모인 게 얼마만인지 모르겠다며 예전처럼 다 함께 윷놀이도 하고 전에 동동주도 마시면서 연휴를 즐길 것이라고 말했다. 네. 한국은 마스크와 기문 가이드 알토리, 여기 을 하러 가는 길이는 아니고, 이어, 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 있ました네 응. 응, 그때 좀 우리 아이들이 사람들한테서 주의를 많이 받았다고, 음 응, 많이 좀 시끄러워서, 음그 응, 주의 받을 때가 많았었다고 그 얘기를 하면서 한국 사회가 많이 변한 것 같다 그런 얘기를 했었는데 지금 생각을 해보니까 그 사람들이 저희를 좋게 안 보던 이유 중 하나가. ]何でしたか? 마스크 때문이었을 것 같아요 마스크 안썼어 아이들은 마스크를 안 했었거든요 아이가 만세 살이나 만두 살인데 어, 만세 살, 만두 살이면 일본에서는 마스크 안 시키는 사람들이 더 많을 것 같은데 근데 한국에서는 그 정도여도 마스크 쓰는 애들이 많더라고요 아,なるほど. 그렇군요. 더 어린 애도 만한 살인데도 마스크 쓰고 다니는 애들도 많았으니까, 음 마스크를 안 썼던 것도 사람들이 저희를 좀 미워 보이는 요인이었을 거예요. <웃음> <웃음> 음, <웃음> 음, <웃음> 음, <웃음> 마스크도 안 쓰고 시끄럽다, 어, 데까지? 응. 말해도 되면 한국은 그렇습니다. 작은 아이도 마스크를 꼭 쓰고 다니는 거예요. 응. 그리고 어떤 사람은 그 애기 아직 어린애기한테도 마스크 쓰게 하고 그러잖아요. 근데 저는 그냥 일본의 감각으로 갔었으니까 그냥 마스크는 잘안 쓰게 하고 있었기 때문에, 그러니까 사람들한테는 마스크 안 써도 괜찮으라는 얘기를 들을 때도 있었어요. 그럴 때는 "아, 네" 하면서 가방에 있는 마스크 꺼내 가지고 쓰게 하고는 했었는데. でど、平常時에는、よく使わなかったから、その姿も、あまり見かけなかった。当時そうか。か他人のことにか関与しようとしない日本社会とは違って、韓国は結構割と積極的に、ガンガン、いろんなおせっかいでも不平でも何でも割と言ってくるから、やっぱりそういうのでマスクしろみたいな、そういうことも結構本人に直接向かって言う人も結構いるもんね。 そう、あとその時はですね、チャイコロナコリなナスハンコゲカサカダニャ。そうだったね。うん、<laughs> クロニカン、チェガンミアニョギラゴセンガケガジゴ、なんか最高のね、名義がついてると思ってから、たから余計にマスクをそんなに重要ししなかった子供に関しては、もちろん大人はしますよ。うん 아무튼 그 정도로 마스크에 대해서 되게 민감한 사회라고 느꼈거든요. 일본도 마찬가지지만 조금 더 심한 거를 느꼈어요. 그런 한국에서 마스크를 이제 벗어도 된다. 과연? 도나로카시라. 음, でも네 뭔가, 역시, 여론조사는데그래で 여론조사가 있었는데, 그래도 마스크를 마스크 やっぱり6割以上、65%ぐらいだったからが、と引き続きマスクはしますっていうふうにやっぱ答えてるんだよね。日本も確か同じ質問に7割ぐらいマスクを続けるって答えてたよね。7割もいたかな、すごいですね。うん、なんか日韓ともに似たような数字だなと思いながら。うん私も当分、まあ、マスクしようかなとは思うんですけどね、楽。 に韓国はこれからミセモンジの季節だし、日本はこれから花粉の季節だから、かまあ、政府が何と言おうが、個人的にみんな、なんていうか。 うん、あの別の理由でもマスクをする人って結構それこそ化粧ノーメイク隠しでもしたりしますし、うん、というかもう私はほぼノーメイク隠しのため半分以上があの保育園のお迎えとかでノーメイク隠しの役割も。うんまあ、僕もほとんど無消費無消費を隠すために <laughs> ママススクはするしあとと寒いと結構マスクするとそうそうそう,そうなんですよね子供とかも帰りにもう帰るだけだからマスクしなくていいのに寒いからマスクちょうだいとか言ってちょっと全然違う使い方 <laughs>、うん、<laughs> まあだからもちろんコロナに関してその基準が変わるってことはあるかもしれないけど割と日本も韓国もマスクを使う機会が多い国というか社会というか環境ですよね <laughs>、うん、んでゆいさんは アイアンテナ、オトキあるこえよ、アイアンテナ、イジェマス、カンストテンダーヌ、やぎる、へこえよ。うん、なんか、あの。やっぱり最低限必要な場所では、させようかなと思ってます。その屋内とか、人と。こう接触があるところとか、外とかでは、今でもそんなに。していないんですけど、あ、でも、電車に乗る時とかは、必ず。 させシーネーソードもいえもうスーパーマーケシーラドンアニメうん、ショッピングモリラドンガクロンゴセもうすぐ小学生だから多分うんん、ていうかもうあんまりそのマスクに抵抗もなくなってるんですよねだからもちろん公園で遊ぶ時とかん、ていうか結構運動したりする時は 外してもいいよとか言ってるんですけど、まあ不特定多数の人がいると,ところとかでは、まあ、屋内、屋外かかわらずしたりすることがするように,にはするんじゃないかなって、自分の今の肌感覚では思ってますね。うんうん、なんか前、あの習い,習い事でも今、体操教室に行ってるんですけど、去年の夏ぐらいに、その、 それまでは必ずマスクするっていう子どももしてくださいだったんですけどあのご自身の判断でっていうふうになったので半々ぐらいですかねしてることしてないこと去年の5月に韓国であの屋外のマスクがほぼ大部分解除されたことがあって、えー、その日外に出てみたらすれ違う人を目視した感じの感覚でいうとやっぱ98%ぐらいはマスクしてたね。うんうん 음. Um. so, だか 저희가 갔을 때도 8월 달이었으니까 그러니까 밖에서는 다들 그냥 마스크를 벗어도 되는 상황이었는데도 불구하고 눈치가 보였다는 얘기죠. 특히 지방 도시와는 음, 네. 마스크를 벗으셔도 ちゃん 마스크 못ってます요. 어필은 여러로 例えばなんか<ー>、うん、手に持ったりとか手首にかけたりとか。あとあの首にかけるマスクフォルダーみたいなのを持ってたりとか、マスクストラップ率って韓国の方が高くないですか？何か私の体感なんですけど、体感っていうか実感なんですけど、日本ではなんか片方の耳にブラーンってかけてる人とか手に、ね、手にこうなんか？ リストバンドみたいにつけてる人とか、ね、結構、外で見るんですけど、韓国の人は結構、なんかメガネフォルダー、メガネストラップみたいにマスクかけてる人、テレビでよく見るなと思っていて。確かに、マスクストラップしてるの、大体、あの日韓カップルとか、韓国絡みの人たちだ、ね、そ,うそうそう、旅行者の人かなとか。うん なんか、あんまり日本ではマスクストラップ、マスクケースは売っているけど、マスクストラップ、うん、もちろんあると、売ってると思うんですけど、してる人はあんまり見たことないなっていう確かに。便利だよね。便利なのかなうん。なんか。拭はるし、そんなにしないんですよね、一回私。え、でも、シクサルって、シクって半分ポッケでじゃないよ ちょっとだけ長さ、シクサー入って、マスクがおでかぶりだらこよ、まだだから、完全に解除ではないんだけど、これ、韓国もちょうど今、なんかその日本の五の類みたいな、そういう感染症レベルの引き下げを今、やっぱり検討していて、それ,にそれが実施されると、もうちょっとさらに列車の中でもマスクしなくてよくなるとか。 그러니까 그런 것들이 나아가서 아이들이 이제 학교에 가서 학교에 가서 학교에 가서 학교에 이서 학교에 가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 서 학교에 째서 학교에 가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 서 학 가서 학이에 가서 학교에 가서 학교에 가서 학교에 가서 학이에서 학교에 가에서 꽤나 혼내면서 마스크를 쓰게 하고 조금이라도 코가 보이면은 엄마 아빠가 혼내고 그러면서 음 아이한테 마스크를 쓰게 하고 있는 모습을 보면서 꼭 이렇게까지 해야 되는가 그렇게 생각을 하고 있었거든요. 그러니까 저는 일단은 그 상황을 기피할 수 있어서 좋았다. 라고 느껴요. いやでもなんかもうすぐ僕はあのもうすぐ僕が韓国に渡ってから1年になるんですけどなんかあの時の状況からまだ1年しか経ってないのかと思うとなんかちょっとびっくりですねなんかこんなに早くいろんなことが変わってくるなんてっていうあこの1年はやっぱり激動でしたよねこのコロナ禍の最初の2年と比べると何せ私7日間隔離しましたからね向こうで確かにうん予定ちょっ 한국과 일본과 왔다 갔다를 하면서 예전처럼 여행을 즐기면서 여러 가지 정보를 발신하고 있는 뭐 인스타그램이라든지 뭐 유튜브라든지 조금씩 보이기 시작하더라고요. 그런 모습을 보면서 아, 조금씩 사람들이 이제 왔다 갔다 예전처럼 하는구나. 네, 그래, 마시고 못 들은데, 스케도네. 이케바 이짱. 아, 마, 걷어모모 일키도사. 시고토 마르키도사. 일단 지금은 아이가 있는 것도 그렇지만 추우니까 한국 접근하기 싫어요. そうね、なんか今年は特に寒いからね。うん、겨울이 <laughs> 조금 지나도 이제 미세먼지가 오니까 봄에도 가기 싫고 딱 한가위도 낫츠 かな。ちょっと先ですよね。で、夏は夏가낫또 이시. 야아기가 야파 스토. 음. 네, 이케타라 아기なんだよね、韓国は。個人的にはな을 보러 가고 싶다 나도. よい,どよいどのまた。え綺、ー、麗ですかいどの桜綺麗いよとってもあのー、ものすごいたくさん咲いてるしえー、増やしたのかなんもうなんかよい,どがよいどぐるっと囲むぐらいの感じで桜が咲いてるんでなんかまあでも今宵いど桜まつりってすごい大きなイベントなんでまた行きたいなという感じです、はあったかくなったら行こううんあったかくなったらね <laughs> はい 今はマイナス13度ですから。うわ怖い。死ぬ <music>。というわけで、えー、今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語の、えー ページに掲載していますツイッター、フェイスブックページ、インスタグラム、YouTube チ,チャンネルやっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。はい、それでは、おぬるにまんまちげすみだ。さよなら。あにゃんげせよ